首脳会談数時間後にバイデン氏、習近平は独裁者、中国強く反対。バイデン米国大統領が習近平中国国家主席に対して独裁者と言及したことについて中国外交部はこのような発言に強く反対すると言って反発した。中国外交部の モーネー報道官は16日、定例会見でバイデン大統領の発言に対する立場を聞かれると、この発言は非常に誤っていて、無責任な政治的企みと明らかにした。続いて、中国と米国間の関係を傷つけようとする人々は常にいるものだが、それは必ず失敗するという点を、 指摘せざるを得ないと話した。だが、もう報道官は、中米関係を傷つけようとする人々が、誰のことを指すのかは、具体的に明らかにしなかった。バイデン大統領は15日、米国カリフォルニア州ウッドサイドにある、ファイロリエステートで、州主席との首脳会談を終えた後、単独で臨んだ記者会見で、 習主席が独裁者という見解は今も維持しているのかという質問にイエスと答えた。バイデン大統領は我々とは完全に違った共産主義体制の国家を運営するという点では彼は独裁者だと付け加えた。バイデン大統領は6月のある募金行事でも習主席を独裁者と呼び、 中国政府から強い反発を受けた。当時、在米中国大使館は、声明を通じて、真剣な措置を直ちに取るよう求めるとし、そうでなければ、すべての結果を感受しなければならないと警告した。バイデン大統領は、6月の記者の質問に対して、自ら、習主席は独裁者と言った。 今回も記者の質問、独裁者という認識に変わりはないかと言ったので、共産党政権では独裁者で変わらないと答えただけ。それこそ会談の後に、彼は独裁者じゃないと言った日には、アメリカ世論が許さないし、大統領選挙に影響する。そう言わざるを得ない。この記者の質問があらかじめ決められた質問だったかが問題。 多分、決められたことではなかったと思う。いつもの、台湾が攻撃されたら、台湾を守るか、という質問は、多分、記者団へ、するなと止められていたのだと思う。しかし、この質問に対しては、記者団との事前の話で何もなかったのではないか。すべては、来年の大統領選挙に関係してくるので、バイデンさんも弱腰と見られる発言は、 できないということ。習近平が大焦り、台湾統一に中国が手詰まり状態の今、米中国内で起きている意外な変化、平和的統一を目指す中国、習近平政権、米国のサンフランシスコで11月15日、現地時間に開かれたジョー・バイデン米大統領と、 習近平中国共産党総書記国家主席の首脳会談は中国の苦境を裏書きしている。中国は国内がガタガタで米国との対決を先送りする以外に選択肢はなかったのだ。習氏は会談冒頭をこう切り出した。私は今も主要国の競争が現代の潮流とは言えず、 中国と米国、世界全体が直面している問題を解決することはできないと見ている。地球は二つの国が成功するのに十分広い。一つの国の成功はもう一方の側のチャンスなのだ。この地球は二つの国が成功するのに十分広いというセリフは、習氏が2013年6月に国家主席として 初めて訪米し、当時のバラク・オバマ大統領に告げた、太平洋は米中両国を受け入れるのに十分広いという有名なセリフを思い出させる。当時は中国は太平洋の縄張り分割を提案したと世界で波紋を広げた。今回は太平洋から地球に部隊を一段と大きくした。習氏は、 俺たちは今や太平洋どころか地球全体を分割すればいいじゃないかと大風呂式を広げてみせたのだ。これだけ聞くと表面的には自信満々のように見える。だがか皮むけば内実は全く違う。習氏は台湾について米中関係で最も重要で最もセンシティブな問題だと強調し、 米国に台湾への武器供与を止めて中国との平和的統一を支持するよう求めた。今更台湾統一の旗を下ろすわけにはいかないのは当然だが平和的統一に言及したところがミソだ。歴代の米政権は1972年の上海コミュニケなど3つの共同声明と79年の 台湾関係法及び6つの保障に基づいて台湾政策を進めてきた。このうち台湾関係法は台湾の将来を平和的手段以外によって決定しようとする試みは西太平洋地域の平和と安全に対する脅威と位置づけている。言い換えれば平和的統一であれば米国は反対しない という話になる。中国の手詰まり状態が露呈する。ところが8月25日公開コラムで解説したように、バイデン政権のイーライ・ラトナー国防次官補は2021年12月議会で台湾は主要な貿易レーンに沿って位置している。台湾は米国の利益を守る上で、 決定的に重要と証言し、台湾の戦略的な重要性を強調した。習氏はそんなバイデン政権に対して、原点に戻って、米国は平和的統一に反対するなと要求したのである。その理由は、今の中国には武力振興に踏み切るだけの余力がないからだ。不動産バブルの崩壊と、 新型コロナに対するロックダウンの後遺症で国内の経済はガタガタであるのに加えて肝心の政府と人民解放軍は外装と国防装を更迭したばかりでとても人民解放軍を動員して戦争に踏み切れるような状態ではないのである。逆に言えば今の局面で終始に残された選択は 平和的統一しかない。終始は、俺は武力侵攻できない。だから、平和的統一を支持してくれ、とバイデン大統領に本音を打ち明けたと言ってもいい。表面的には、地球分割のような大ボラを吹いていても、現実には平和的統一への支持を、米国に嘆願しつつ、首脳会談に応じて、 時間稼ぎするしか手がなかったのだ。国内向けには、いくら、俺はバイデンに堂々と要求したぞ、とからいばりしてみても、首脳会談に応じた事実そのものが、中国の手詰まり状態を示している。台湾統一は、ますます遠ざかる。なぜそう言えるのか。時間稼ぎをしたところで、中国はこの先、 ますます落ち込むだけだからだ。国力の基本は経済である。経済が落ち込めば軍事力も低下せざるを得ない。現代の軍事力はかつてのように大砲と軍艦の数で決まるわけではない。何より半導体や人工知能、AI といった先端技術が鍵を握っている。そんな先端技術を中国は どうやって手に入れてきたかといえば、西側から盗んできた。文字通り知的財産を泥棒してきたのだ。それに気づいた米国は、司法省や連邦捜査局、FBI などが総力を挙げて泥棒を摘発する一方、先端技術をめぐる中国との貿易、投資、技術協力を厳しく制限した。 今や中国は封じ込められてしまった。となると中国は独自開発するしかない。だが優秀な若者は職もなく寝そべる族の流行が示すようにすっかりやる気をなくしてくてねしている。それどころかこのコラムで伝えてきたように企業経営者も若者もチャンスがあれば外国に逃亡したいと思っている。 米国南部の国境では、米国への不法入国を試みる中国難民が溢れているありさまだ。そんな状態で時間稼ぎをしたところで、西側をしのぐ軍事力を手に入れられるわけがない。むしろ一層陳腐化が進むだけだ。一言で言えば強がっていても、実際には台湾統一の夢が、 ますます遠ざかっているのが現実である。中国の国民が米国をどう見ているかを示す興味深い世論調査もある。米メディアアクシオスが報じた米調査会社モーニングコンサルトの調査によれば、米国を敵対的と見る中国人の割合は80%を超えていた2022年4月に比べて、 23年10月には48%に急落した。逆に有効的と見る中国人は45%に急増した。険しい米中対立を考えれば意外な結果だ。中国で実施した調査がどこまで信用できるかという問題はあるが、私は中共が米国に ラブコールを送っているのではないかと見る。苦し紛れに当局は仲良くしようと言っているのだ。集大成に対する中国人の厳滅を反映している可能性もある。どちらにせよ中国の自信喪失と行き詰まり感が色濃くにじみ出ている。逆に米国人が中国をどう見ているかといえば、 米ギャラップ調査で23年には1979年以来最低の15%を記録した。こちらは中国人は大嫌いという米国人の気分を反映している。それでも終始がやけくそになって台湾で暴発する危険は残る。中国と正面から向き合う日本は冷静かつ 着実に防衛力を強化すべきなのには間違いない。岸田文雄政権の支持率急落は、新中路線からの決別を求める国民の意向も反映している。